の新兵器を確認。ちゃあれが光の壁か。俺たちがあの壁をぶち破るぞ。空爆で敵の注意をそらす。合図を待て。空爆開始まで3秒2 1 0。今だ、突入しろ。行くぞ。正気なのか。この作戦は無茶だ。シールドベアラー撃破。シールドベアラーは脅威となるものを判断して遮断している。それを逆手に取ることに成功したようです。生身の人間なら脅威とは見なされないということだ。砲弾すら弾く壁だ。こんな死骸があるぜ。突入。フェンサー、戦闘を続行せよ。了解。シールドベアラーを全滅させるぞ。飛ぶぞ。ダイブ。シールドベアラー撃破。シールドベアラーは敵の接近を感知すると移動するようです。その際光の壁も動きます。注意してください。フェンサーをエグしろ。シールドベアラーに守られたエイリアンは手ごわい。油断するな。シールドベアラーで破壊を確認。奴らは壁の中からでも攻撃してくる。注意しは勇敢を通り越してバカだな。進め。以後シールドベアラーと遭遇した際は光の壁に突入して破壊してください。何度もできる芸当ではない。危険すぎる。現在シールドベアラーを破壊する唯一の方法なのです。行くぞ。
シールドベアラーを破壊し生還したものは初めてです。やはりあなたは興味深い。内容変えていいか。3体に分かれて進む。チーム1、了解。チーム2、了解。チーム3、了解。周囲を調査。発見した飛行型を速やかに殲滅しろ。こちらチーム2、調査を開始する。チーム3、探索しつつ山頂へ向かう。飛行型と遭遇しました。駆除を開始せよ。チーム1、戦闘を開始します。周囲の飛行型を殲滅しろ。安全装置を発射。おい、戦闘準備。わらせだ。死ぬなよ。絶対だ。次は俺に任せてください。少し休憩していい。チーム1は付近の飛行型を殲滅しろ。まず周囲の飛行型を殲滅し、この付近を確保する。やつが最後だ。進め。飛行型を駆除するぞ。こちらはチーム2、飛行型を発見した。チーム3、飛行型を確認。想定していたよりも大軍です。なんでこんなに数が多すぎるぞ。どうなってる。怪物の捨てもあるってのか。次の反応が近いぞ。プロダンスだ。戦闘準備と旗こんなにいるぞ。俺たちの砲が駆除されちまうぞ。飛行型侵略生物がこれほどの群れを作るのは珍しいことです。安全装置。嫌な予感がする。隊長と共に突入です。我が近い。前の敵の射程内です。これは極めて重要な発見です。巣に接近しデータを収集してください。各隊別方向から巣に接近しろ。チーム1、目前の山を越えて巣に接近しろ。この山を登る。行くぞ。山頂まで走るぞ。この山を駆け登るのかよ。俺も空を飛び立て。クイングダイバーになるにはウェイトオーバーだ。あと20キロ痩せろ。飛行型の怪物を確認。
山頂に向かえ。山頂へ向かうぞ。ついてこい。やったーやったーやったー。チーム2、山頂に向かう。チーム3、山頂に移動中。大型侵略生物の巣が確認されたのは初めてのことです。アルファ型やベータ型以上の繁殖能力を持っている。そう考えねばならないでしょう。最悪の事態だ。スカウト、巨大な飛行型を確認しました。飛行型のクイーンが地に向かっています。なんだと。クイーン複数です。最悪だ。飛行型の大軍だ。この巣は複数のクイーンによって守られているようです。この戦力で立ち向かえる相手ではない。総員退却しろ。退却しろ。マガジンチェンジ。退却。飛行型の数が多すぎる。全チーム退却しろ。フランピーナ。あの巣を破壊するにはそれなりの装備が必要だ。一旦撤退しろ。体勢を立て直す。ギリギリしちゃって。
行くぞ。また仲間が減った。 EDF はもっと人材募集に力を入れるべきだ。もう強制的でも構いやしねえ。すでにそういう状態だ。フーリガン砲でテレポーションシップを破壊する。フーリガン砲発射まで3、2、1。テレポーションシップの破壊に成功。あれがフーリガン砲か。敵の装甲を貫いたぞ。地上部隊前進。テレポーションシップを撃墜しろ。テレポーションシップを狙え。いよいよ。生物アーケルスが確認されました。作戦エリアの付近です。何？怪物に引き寄せられるとでも言うのか。アーケルスを攻撃しろ。無傷で通過させるな。アーケルスを撃て。無傷で逃がすのは恥だぞ。
があるようです。仲間が減った。EDF はもっと人材募集に力を入れるべきだ。もう強制的でも構いやしねえ。すでにそういう状態だ。フーリガン砲でテレポーションシップを破壊する。フーリガン砲発射まで3、2、1。テレポーションシップの破壊に成功。あれがフーリガン砲か。敵の装甲を貫いたぞ。地上部隊前進。テレポーションシップを撃墜しろ。テレポーションシップを狙う。ポーションシップを撃破。支援は期待するな。残りは我々で片付けるぞ。進め。所在不明だった改正物アーケルスが確認されました。作戦エリアの付近です。何？人類が一つになった。奴らのおかげでな。噂は聞いたことがある。訓練より実践が多い。きっと異物を食えるかどうか調べるらしいだろう。集中しなくても間違いそうだ。
ケルスだと？なぜここに？奴は怪物に引き寄せられるとでも言うのか？アーケルスを攻撃しろ！無傷で通過させるな！人材募集に力を入れるべきだ。もう強制的でも構いやしねえ。すでにそういう状態だ。
クーリガン砲でテレポーションシップを破壊する。クーリガン砲発射まで3、2、1。テレポーションシップの破壊に成功。あれがフーリガン砲か。敵の装甲を貫いたぞ。地上部隊前進。テレポーションシップを撃墜しろ。試作段階で連続使用はできない。これ以上の支援は期待するな。
残りは我々で片付けるぞ。進め。所在不明だった海生物アーケルスは確認されました。作戦エリアの付近です。何？なぜここに？奴は怪物に引き寄せられるとでも言うのか？アーケルスを攻撃しろ。無傷で通過させるな。
ケルス逃走。逃げたか。だが追い詰めはしたということか。いえ、アーケルスは一つのエリアにとどまらず移動を繰り返す習性があるようです。飽きて他に行ったということか。クソ。民間人を守れ。突入。言ったこと覚えてる。こいつが新種の怪物か。かわいいじゃねえか。鈍そうなやつだぜ。新種と言っても大したことはなさそうだ。さっさと駆除しちまうか。攻撃。この怪物の能力は未知数です。慎重に対応してください。俺たちを潰そうとしているのか。全ての怪物を駆除する。モーションシップが移動を開始。テレポーションシップ2隻が接近しています。シップが怪物を投下。なんだこの音。転がってきやがった。早く。you
政府後方です。現在多数の民間人が義勇兵となりエイリアンと戦っています。政府は義勇兵に対し特別待遇を与えることを決定しました。今後全ての義勇兵は EDF 正規兵と同等の待遇を得ることができます。ただし特別待遇に伴い新たな義務も発生します。詳細は EDF 広報部へお問い合わせください。この怪物を侵略生物ガンマと呼称します。ガンマ型は非常に戦いにくい相手のようです。遭遇時には十分に注意してください。ライトをつけろ。作戦開始だ。十分に注意しろ。準備は夜の奇襲作戦か。そんな手が通じれば苦労はないぜ。今やこんな作戦が当たり前か。せめてもう少し戦力があれば。敵は小さい俺たちを見つけるのに苦労するはずだ。特に暗闇ではな。行くぞ。敵揚陸点を確認。射程に入ったら撃ち落とす。銃撃やめ。余計な音を出すな。闇夜のエイリアンってのは不気味だぜ。敵は俺たちの接近に気づかないはずだ。怪物を食えるかどうか調べてみやすぞ。信じられんか。本当に
には小ささを生かすしかない。気づかれず接近し一気に倒す。この戦術でいくぞ。俺は正義の味方じゃねえ。いやいやいや、敵の揚陸艇です。Thank you.
よしさ。お疲れ様でした。